こんばんは。元高知高校野球部で、元142キロピッチャーで、元男の子の青木かのんと、元東海大相模で、元ブルペンキャッチャーで、現ポンコツでギターボーカルの浜竹です。お願いします。お願いします。ここはですね、沼津バッティングスタジアムさんなんですけども、実はですね、以前私、こちらのバッティングセンターさんで、200キロのバッティングをチャレンジしてるんですね。200キロって、あの、世界の大谷翔平選手よりも、約40キロぐらい速い、殺人的なボールなんですよ。そのボールを私この前バッティングしたんですけども全然当たんなくて、で今日はですね、その200キロのボールを打つのではなく取るっていうのをやってみたいと思います。でなぜ今日その東海大相模でキャッチャーやっていた浜竹さんと来てるかというと、浜竹さんあれなんですよね、今新聞の記事出てると思うんですけども今中日ドラゴンズでピッチャーやられてる小笠原投手のボールをめちゃくちゃ受けてたんですよね。練習でめちゃめちゃ受けてます。1万回ぐらい受けたって本当ですか？あ、そんぐらいいけると思います。確実にいけると思います。あ、そうなんですか？はい。ちなみに、小笠原投手って何キロぐらい投げてますか？マックスが甲子園で151投げてます。あ、じゃあ151キロの球を1万回取ってたってことですか？そうです。そういうことになると思います。正直、200キロの球取るの楽勝ってことですか？いや、ぶっちゃけ舐めてかかってますよ。本当ですか？はい、全然。マジっすか？はい。ちょっと、肉団子さん、あの200キロの球見たときどう思いました？ミサイルですよね。ミサイルです。ですよ。はい。もううちもミサイルだったんで、小笠原も。あ、サウスポーミサイル。サウスポーミサイル。最近だとあの、プロスピのあの、はい、ゲームで、S ランクとして出てますもんね、小笠原選手。ということで、はい、今日はですね、元142キロ、まあ、自分で140キロっていう5速球投げたから、まあ、目が肥えてるってことで、200キロ取れますっていう自信があるので、超強豪の甲子園優勝世代の東海大相模のブルペンキャッチャーの浜竹さんと、超5速球投げた高知高校野球部だった私、どっちがたくさん200キロのボールを取れるか、今から対決していきます。負けませんよ。ほい。ちなみに、はい、今からその200キロのボールをこの店員さんに見せていただくんですけど、はい、まだ浜竹さん見てないじゃないですか、はい、見たいですか？見たいです。では浜竹さん見ていただきますので、はい、一旦ちょっと目隠ししていただいていいですか？目隠しですか？目を閉じていただけますか？私が引き連れますんで。はい。今ですね、浜竹さんに見せるために200キロのセッティング越しに裏側に来たんですけど、うわ怖い。これですよ、200キロマシン。これ、うわ、私の予想、絶対ビビる。今から浜竹さんに200キロ見ていただきます。私が目を開けてくださいと言ったら、はい、このミットを外してください。はい、よろしいでしょうか？はい、お願いします。まだですよ、まだ浜竹さん開けないでくださいね。まずはちゃんと球が来るか確認してから。おおおお、音だけです、音だけです、音だけ、大したことないです。いやいやいや、はい、おお、では開けてください。いや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 、今から来ますよ、球が。いや無理っすよこれは。えぐい。いや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 。でも150キロ取ってたんだから。ただこの真ん中にいきなり座るのは危険なんで、最初はこの立ってからポンって取る感じで。わかりました。はい、慣れていったら座っていただいても全然。言葉が出ないっすよこれも。なんで今から、準備しましょう、はい、ではですね、ルール説明、はい、25球のうち何球取れるか、取れるか、より多く取ったものが勝利ということです、はい、負けねえぜ。いやもう負けないっすよ、負けねえぜ。まず200キロに勝たないと。そうですね、そっちですね。敵は私じゃないかもしれない。そうですね、頑張ります。お願いします。お願いします。じゃあ浜竹さん大丈夫ですか？準備は。いきます。ゲーム開始。あ、怖い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 、私も顔守んないと。うわ怖い。うわマジで。どうですか？いやもう追いつけたから問題じゃない。おお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 おすごい。おお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 おちょっとやめてください。いやいや、痛いですか？いや持ってかれますよやっぱり。
ああ。おお。すごい。いや、俺200キロ取ってるバンドマンって多分いないんじゃないですか。いないかもしれない。おお、いいよ確かも。ああ。おいしょー。おお。すごい。おい。おい。おお。やばいやばいやばい。あ、ごめんなさい。あー、痛ぇー。本当ですか？本当ですよ。浜竹さんでこんな持ってかれたら私やばいかもしんないな。あ、すげえ。やばいわこれ。正面いけない。いや、やっぱこれはちょっとやばいな。いや、これはやばい。ちょっと全然無理だ。バグレみたいなもんすかね、リッター来てんの。あ、終わった。結果が救急です。おー、え、待ってよ、25球中救急？救急っすか。やばいっすね。下止めしてるとかこれ無理っすよ、絶対。いや、でもすごいっすよ、やっぱりバチンって鳴らして。それはスピードの問題じゃないですか。違う、ちゃんと。いや、もうごめんなさい、もうやりたくないっすね。二度と。実際今やってみて、はい、ここは気をつけた方がいいっていうところありますか？時々やっぱこっち寄ってくるんですよね。自分の体に寄ってきた時やばいんで。あ、直撃するか。直撃しそうな時があるんで。ちょっと怖い、やだやだ。あと本当にちゃんとミットを手に入れてから受けないと持ってかれちゃいます。本当に突き指とか大丈夫ですか？突き指とかは大丈夫です。全然痛いですか？取ってて、あ、肩が痛いです。なんか大丈夫かな。参上。青木かなのキャッチャー参上だぜ。すごくないですかこれ。人生で初かもしれないです。防具ですか？はい、防具初めてかもしれない、これこんな感じです。いや、なんか強くなった気分。強くなりますよ、それはもう。もちろんこれだったらボビーオロゴンに勝てるかもしれない。おい、ふざけんなよ。お前の球を私にめがけてこい。なんか、ちょっと今すごい、ちょっとごめんなさいな。キャッチー。こんな感じでできました。準備いかがでしょうか？大丈夫です。大丈夫ですか？負けません。やっぱ200キロに負けないぐらいの持っていかないと。じゃあお願いします。始めます。スタート。いきますよ。目鳴らして。やっぱ早いな。でも振りそう。カノさんちょっと涙って。あ、やっぱ座って。私のように実力に見合わないことを決してやらないでください。こうなっちゃいますから。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。汗だくです。結果発表お願いします。浜竹さんが25球中9球取りました、はい、で青カノンさんが25球中0でリタイアです。めちゃくちゃダサいじゃないですか。なんすか0でしかもリタイアって。やばいっす。挑戦しただけでもすごいんですよ。すごいです。200キロ。マジですか。はい、人外未知ですか。なんかさっきから難しい単語使わないでください。 IQ3 なんで。サボテンじゃないですか。いやまあでも本当にいい経験になりました。自分もさすがやっぱ東海大相模のキャッチャーやってただけあるなっていうか、あのギャップ感じました。卒業やめて見たいやってる人とは思えない。いやでも絶対これもそうなんですけど、はい、200球取ったバンドマンは多分初だと思うんですよ。確かに確かに、バンドマンとしては確かにそうかもしれない、はい、200球取ったバンドマンはちょっとやっぱ更新していきたいですね。自分で自分を。したら次は沖縄にある240。じゃあまた次は打つのでいきましょう。そうですね。直接的な打撃じゃないですか、はい、肉体で受ける肉弾戦なんで今日は、はい、ちゃんとバットで次は、はい、間接的な肉弾戦でいきましょう。勝負を決めましょう、はい、絶対次は負けないぜということで、今回対戦相手をしてくださったポンコツの浜竹さんのバンドのチャンネル画面の下にリンクありますので、そちらをチェックしてみてください。めちゃくちゃいい歌を歌ってます。お願いします。ということで、今回の動画が少しも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。ということで、最近、歯のホワイトニングをして、テンション上げ上げの元男の子の青木かのんと、最近になって、むずっ、また、次の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。